血はちゃめちゃ大感謝祭。オリジナルストーリーが楽しめる一人用のモードです。彼女たちは走るために生まれ、どのストーリーで遊びましょうか。遊びたいショーを選択してください。トルセン学園春のファン大感謝祭。それは競技に出馬する馬娘を選択してください。行くぞ。行きますわ。頑張ってください。学園の緊張調子はどの。スタートです。少しゆったりとした展開になりました。メジロブライト、冷徹コインを集めます。ここからだ。メジロブライト、スタミナを回復しました。メジロブライト、アイテムを拾いました。これをどう使うのか。早い早い。メジロブライト、スピードが上がった。頂戴しよう。シンボリルドルフ、アイテムを取った。シンボリルドルフ、全力で進んでいきます。ここからは、学園内の施設を巡った後、商店街を走っていきます。シンボリルドルフ、ここで上がってきました。メジロブライト、冷徹コインで得点を稼ぎます。シンボリルドルフ、冷徹コインでさらに。シンボリルドルフ、何か起きました。早い早い。シンボリルドルフ、スピードが上がった。メジロブライト、障害物に当たってしまった。シンボリルドルフ、アイテムを設置しました。メジロブライト、仕掛けられたアイテムに当たった。メジロブライト、冷徹コインを集め1位を狙う。ありがたく頂戴しよう。シンボリルドルフ、アイテムを取った。馬娘たちが公園に足を踏み入れた。遊具も障害物として扱われています。ありがとう。かわすことができるのか。シンボリルドルフ、シンボリルドルフ、何か起きました。メジロブライト、置かれていたアイテムを振った。シンボリルドルフ、高く飛び上がった。メジロブライト、足を貯めている。大きく加速しました。シンボリルドルフ、この勢いを生かせるか。シンボリルドルフ、アイテムを設置しました。シンボリルドルフ、芸術コインで得点を大きく稼ぎます。メジロブライト、冷徹コインを取り先に進みます。再びトレセン学園に帰ってきました。学園長から並木道へ長い直線です。シンボリルドルフ、大砲を使い前へ進みます。早い早い。メジロブライト、スピードが上がった。メジロブライト、タイミングを伺っています。なんとメジロブライト、戦闘集団に追いつけずコースアウト。シンボリルドルフ、冷徹コインを集め1位を狙う。頂戴しよう。メジロブライト、置かれていたアイテムを踏んだ。先に行かせてもらう。冷徹コインを取り先に進みます。メジロブライト、仕掛けられたアイテム。大障害レース最後の室内コース。ここを抜ければあとはグラウンド。誰が勝つのか全く分かりません。メジロブライト、障害物に当たってしまった。まだまだここからだ。メジロブライト、スタミナを回復しました。シンボリルドルフ、全速力です。シンボリルドルフ、全力で進んでいきます。行くぞ。シンボリルドルフ、仕掛けます。シンボリルドルフ、冷徹コインを集めます。シンボリルドルフ、冷徹コインで得点を稼ぎます。メジロブライト、ブレイクを上げてきた。シンボリルドルフ、勢いよくジャンプした。メジロブライト、大きな障害物を簡単に乗り越えていきます。メジロブライト、足を溜めている。シンボリルドルフ、仕掛けとうとうさ。数々の障害物を乗り越えた皇帝の名にふさわしい勝利。やるじゃねえか。遊びたいショーを選択。どのストーリー、オリジナルストーリーが楽しめる一人用の馬娘プリティーダービー、熱血はちゃめちゃ大感謝祭。